商店の棚に並べられているバスペールエールのビンバスブリガリーは1777年創業のイギリスのビール醸造会社バスペールエールの銘柄で有名2000年に約3900億円でインターブリューに買収されたバスミュージアムの看板1777年にウィリアムバスによってイギリス中部のスタッフ・ド・シャーバートン・アポント・レントに創業されるその後 バスブリュアリーは発展を遂げ、19世紀後半には自社醸造工場内に専用の鉄道を施設するまでになり、1877年時点での年間生産量は数百万バレルにも増え、イギリス最大のビール会社となった。バスブリュアリーによって醸造された瓶ビ,ビール、バスペールエールは世界中に輸出され、ナポレオン・ボナパルとエドガー・アーラン・ポーが愛飲していたという記録や、 タイタニック号の処女公開の際には500ケースのバスペールエールが積み込まれていた記録も残っている。日本においても明治時代にバスペールエールが輸入され人気となっていた記録が残っている。1977年創業200年を記念してバートンアポントレントの工場隣接地にバスミュージアムを開設。レストラン併設のビール博物館として賑わっている。 ホリーベルジェールのバーテーブル上にバスペルエールの瓶が2本ある。バスペルエールの瓶に描かれている特徴的な赤三角形のラベルは1876年1月1日に登録されたイギリスの登録商標第1号でもあり、赤三角形のもとにイングランドファースト・リグド・トラドマークと書かれている。第1号の登録となるために、 バスベルワリーの従業員が前夜である1875年12月31日から登録事務所の外で待っていたというエピソードが残されている。この赤三角形のラベルのついた瓶は多くの芸術家によって描かれている。例として、キュビスム時代のパブロピカソのグラスボトル・オブ・ベースやエドアール・マネのホリー・ベルジェールのバーがある。また、日本のビールの商標デザインにも 大きな影響を与えたと言われている。ありがとうございます。